テリー室長の車の話始まりました。はい、皆さん春ですね。3月ですよ。もうそうですよ。もう桜ですよ。桜。2月にさ、うん、梅見に行った？行かなかったですね。そういうのはないんだよ。その美しい梅を見たいとかそういう気はこの親父はないんだね。俺なんかはやっぱ2月は梅って、梅を見に行かなきゃ。そうですか、失礼しました。別に謝るようなことじゃないんだけど、おしゃれじゃない。そうです ね、おしゃれだから俺は梅ぐらい見に行くかなと思ってた。テリーさん、花をめでるとかはあんまないんですね。そんなことないと思うんですけど反省します。まあ、どっちかというと女性の方が好きなんでね。なるほど、はい、めでるんだった。本当にすいません。今日もあれですよね。今日はですね、お二人女性大好きなゲストが来るんでしょ。あ、そういうこと言って違うんですよ。番組が念願のスペシャルゲストの方、うん、この方に来てほしいな、来てほしいなってずっと思ってた方にやっと来ていただくことができました。そんな素敵な方なんですか、今日のゲストは。どうなんですか。そうですか。でもよくほら、ここでもほら、あの話題にはしょっちゅう出てた方じゃないですか。で、ね、本人からも言われてたんですよ、うん、なんて、ちょっとテリーさんの番組出してよ。そう、悪い噂しか知らないんですけど。何言ってんの。そんなことないですか。ねえ、だってジムで一緒でしょ。ジムでね。ジムで一緒。スポーツジムで一緒で。そんなことあります。おっていつもないで声かけてくれるんですよ。もうそれはすごく嬉しいんですけども、うんうん、ただね、あまりいい噂は聞きませんよ。なんでそういうこと。何言ってんの。それではじゃあ改めてお呼びしたいと思います、はい、本日のゲストは元 F1 ドライバー、そして現在は ARTA 総監督の鈴木亜久里さんです。はい、よろしくお願いします。本当にやってきてくれましたね。かっこいい、ね、かっこいいですか。ハンサム、まあ、そうなんだ。おじさん好き。いや、だからアグリさんは本当にどの年代の方にも、うん、かっこいいと思われる何かがある。モテるんだよ。いや、分かります。モテる。かっこいいもん、ね、かっこいい。悪いおじさんだから。悪いおじさんだからだって本当に悪いんですよ。だってジム行ってるやつは悪いんだよね。だからジムで一緒になりますか、この2人は。あのジム悪い。もうね、確かにね、僕らが行ってるジムは悪い人がいっぱい来てたよ。夕方になると悪い人がいっぱい来てたよ。そのままね、悪だけ見て飲みに行くんですよ。で、鈴木亜久里さんって本当にかっこいいでしょ、はい、めっちゃかっこいいです。だこれ、何なんですかね。だってルックスがいいでしょ。 F1 やってる時なんかめっちゃモテた。めちゃかっこいいんだから。そうだよね、うん、俺なんかムカついたもんだって。なんだよ、かっこよ くて女だ黙ってついてくるしみたいなさ。俺なんか六本木で金使って女ついてくる。言い方すごい。どうだ、僕なんかも女の子にモテようって努力するんですよ、なんとか鏡見てね、うん、今日も一日なんかモテてくれますよって言って。思ったことないですよ。だっていつも来るんだもんね、うん、向こうから来るもん。とか多分努力って言葉知らないと思いますよ。え、ね、なんか言った方がいいよ。そんなことないよね。いやいや、まあ、そんなことはある。でもね、俺は F1 の時って日本ってバブルだったじゃん、うん、みんな土屋圭司とかもさ、もうガンガン遊んでたんだから、うん、俺はバブルの時レースやってたから、うん、ヨーロッパいたんですよ。だからいい思いをしてない。え、でもヨーロッパのね、それこそ F1 ドライバーって、まあ、まさにステータスも高いでしょ、社会、はいはいはい、高いという立場も、はいはいはい、そうするともうそれほどセレブの女性からモテモテじゃないんですか。いや、気持ちがそうならないよね、やっぱもう、もう毎週レースみたいじゃないですか、F1 って。で、移動してるでしょ、うん、でだからもう なんか日本帰ってくるともうみんな遊んでんですよ、もうみんなもう楽しくやってんだけど、うん、あ、俺もなんでヨーロッパいいんだろうとかって。あ、そうか、現役の時は意外と。あ、もう全然ですね、もう酒は飲まない、遊ぶ時間がない、もう何にもしてなかったですもん、まあ、だって F1 だから、うん、年間通して転戦じゃない、世界中を、まあ、サーキットで ねだから年間20戦はやってるわけじゃない、やってるからもう世界で、だから遊んでる暇ないでしょ。あ、確かに。だから金持ってんの。そうじゃなくて、金じゃなくてさ、その反動がさ、帰ってきてから来ちゃった。そうだからあれですよね、ほら遊んでないさ、高校球児みたいなもんですよね。頭坊主にしてさ、言い方すごい、もう高校ね、甲子園目指したやつが急に、よし甲子園も終わったからもうね、プロに行くわけじゃないから遊ぶぞって。でそれって結構近いですよ。同じ同じ、ほら高校の時鼻垂らしてさ、もうボールをかけてたのがもうプロになったら金も、うん、そういうことだ。ちょっとね、いろいろ聞きましょうよ。ではですね、あのアグリさんの経歴を、はい、すごい経歴ですけれども、ちょっとバッと
こういうふうになっておりまして、12歳カートレースデビュー。これあれさ、あれですか、カートレースにデビューしたっていうのは誰かに誘われたんですか？これね、これかっこいい写真だけど、これはもう18とか12歳の時、うん、ゴーカートデビューって、うちの親父がパイプ曲げて作ったカートだから。あ、でお父さんがやれって言われて、うちの親父のゴーカート乗ってて、自分のために作ってたゴーカートですよ。なんか自分で発電機のエンジンくっつけて、そのなんか今で言うとゴーカートデビューとかって言ったらかっこいいじゃないですか、うん、そんなんじゃなかった。もう家のそばに所沢だったんだけど、そこにゴーカート場があって、はい、親父がその作って、でもペケ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 って乗ってたのが最初だから、いやだって鈴木亜久里もすごいけど、はい、鈴木亜久里の親父もっとすごいから。そうなんだ。こういう関係がね、うん、お父さんって何なさってた方なんですか？うちの親父の友達がすごいね。うちの親父は日大の芸術学部行ってて、その時にまあ昔の生沢さんとか、無限の本田博俊さんとか、そういう友達がもうみんないて、でそういう関係だったんじゃないですか。それで19歳で F3、当時最年少っていうかね、F3 が始まったばっかりの年で、なんか安かったんですよ、車も、300万円ぐらいで買えたんですよ。今はもう1億円ぐらいかかっちゃうんですよ、F3 って。だから、昔はそういうふうにやりやすい環境があったね、とは言っても19歳で300万円の車を買うって大変じゃないですか。もううちの親父がなんか庭の土地売って買ってくれました。へー、なんか庭めっちゃ広いんです。広くないんで、広くない。庭めっちゃ一部だけ売ってそれでお金持ちだったんだ。いやいや、お金持ちじゃない。もうそのなけなしの土地を買ってくれて、で、売ってくれて買ったんですよ。で、うちの親父は自動車レースにお金を出してくれたのそれだけ、300万円あ、そう、以上で、自動車レース場にも来なかったしね、あ、そう、全然来なかったですね。それで26歳になって、これはもう、これはもう日産のワークスになってました。あ、そうか。その時にはもうワークスだったんで、ってことは20歳ぐらいの時に、それこそ自動車業界の中で、アグリさんの名前っていうのはもう出てきたって。いや、知り渡ってます。いや、カートでやっぱり良かったんで、でも自動車はパッとしなかったですね、僕。僕レースやめようと思って、トムスって会社の、タチさんっているんですけど、トムスで僕アルバイトしたんです、梱包の、こういうのをこう、いろんなところに配送で、でタチさんがこうエンジンとかスポンサーしてくれたんですよ、でもあんまり成績上がらないから やめるって他社に言いに行ったら、お前いくら俺金使ったと思ってんだっつって、でそこからセントラル20って会社があって、柳田さん紹介してやるから、柳田のとこでレースしろって言われて、それでその柳田さんとニスモに行ったのが最初です、そこからですね。そして、頭角を現したというか、その時 レーサーとして雇ってくれないんですよ、日産も、もうテストドライバーですよ、だから星野さんとか長谷見さんとかもトップドライバーがいて、僕テストドライバーで、もうなんかずっと富士でもう雨の日も風の日もテストするんですよ、だんだん上手くなってきちゃって、すごく上手くなっちゃった、そしてでオークスになって、そしたら今度ちょっとお前上手いからレース出てみろ、出てみろと、出てみろって、それあ、そんな感じなんだ。その何なんですか、そのなんと上手くなっていくっていう才能の開花することって、だから元々センスがないとそんな上手くならないでしょ、そうですよね。だから下手っぴーとセンスがないやつがどんなに努力しても無理でしょ、だからセンスはあったんですよ、もちろんそうですよ、ね、でもやっぱりその練習する機会ってお金かかるじゃないですか、モータースポーツって車買ってサーキット借りて車運んで、でもそのテストドライバーでもやっぱりワークスになるともうサーキット誰もいないサーキット借り切ってくれて、もう1年間に200何十日サーキットいましたから、で毎日車で毎日乗るの、もう雨こんなに溜まってんのにもうそれでも乗るの、エンジンのテストとか、タイヤのテストとかいろいろありますよね、サファリラリーのためのエンジンのテストとかもするんですよ、だからもう耐久テストするんですよ、でずっと乗ってんの、そりゃうまくなるよ、そう、でも才能の上にさらに、いや、もちろんもちろん、そういうことです。そして28歳の時に日本グランプリ、F1 ですね、 F1、 F1 ですよね。その時チャンピオン取って、日本の最高峰のレースでチャンピオン取って、したら電話かかってきたんですよ、フランスから、何言ってるか分かんないし、
で分かんないじゃん。そんなですか。急にサバビアンってやったら、ね、ボンジュールとかサバビアンとかって言うから、でそれ1988年の鈴鹿グランプリの週だったんですよ、うん、でその週の火曜日に電話がかかってきて、フランス語で、はい、なんだ、だなんかジャポングランプリとかつってるなとかって、分かんねえなとかって、その週僕フジテレビで解説するはずだったんですよ、あの F1 の。だけどなんか F1 出ろって言ってるみたいなこと言ってんなとかって、でもあの分からないからとかって言ったら、日本語ができる人から電話かかってきて、だ今週末 F1 乗らないかって、な話あるわけねえじゃんとかって、だってテストも1回もしてないんだもん、だって火曜日に電話かかってきて、木曜日にさっきとこいと、テストじゃなくてあのシート合わせです、その時3000万持ってこいとか、そんなの金あるわけねえじゃん、3000万円、3000万円持ってくる、どういうことですか、だから乗るのに3000万円出したら乗せてやるって、向こうから誘ってるにもかかわらず、3000万円出せ、乗りたいんだったらお金払ったら乗せるよみたいなこと、3000万円でもそれって今日の詐欺みたいな話ですよ、ね、そう電話かかってきた、ちょっと詐欺みたい、車乗せるから3000万持ってきて普通食べられますよね、本当だ、詐欺みたい、あるわけない、ないって言ったら、また電話するって言って、しばらくしたら1000万でどうだって、それ余計怪しいですよ、余計怪しいですよね、金額下がってちゃって、ね、1000万でどうだって言うのよ、はい、だもう1000万無理、もうないって言ったら、じゃあいいよとか、ね、じゃあタダでいいよって、すごい、いやだけどすごい話でしょ、いやすごい、ね、アメリカンドリームでしょ、ドラマですよね、いやドラマドラマ、はい、まあ、もう本当になんか作ったみたいな話だけど、行けって言われて、それってあれですか、当時どのぐらい話題になったんですか、日本の自動車業界の方は、俺はもうやっぱマスコミは全部新聞から何から大騒ぎですよ、いやもう本当に、でも鈴鹿をその700馬力の車で53周走るって体ができてないから乗れないですよ、もう体がもう無理、だからもう死にそうでした、乗ってた時は。だから重捨てでしょこの時代、もちろん、ね、ギアついてるし、要はパワー捨てがじゃなしで、ない、だってこの時代は、あのシフトパターンもエッジパターンなんですよ、あ、まあ、まあ普通の自動車と、まあ、昔、そうで重捨て、めっちゃ重いですよ、で今まで、ね、F3000 ってだいたい450馬力ぐらいだったのが倍ぐらいの700馬力ぐらいの馬力の車で、タイヤこんな太くてダウンホース強くて、まず乗るのも大変なのにレースに出なきゃいけないわけですか、いや予選通らなくちゃいけないから、予選落ちが6台か7台あったの、で予選は通りましたね、すごい、ねえ、いきなり乗って予選通る、だからそれはそれこそアグリソン そのレースを見て、そのフランスのスタッフが、こいついけるなっていうふうに、それがすごいですよね、だからその才能を見抜く力っていうのは、いやだからとりあえず、まあ全日本チャンピオンだと、鈴木アグリ、F3000 の全日本チャンピオン、じゃあちょっとそいつに乗せてみようってなったんじゃない、それでそのレースは完走したんですけど、まあ、もう本当ヘロヘロになりながら、でももうその次の年はもう違う F1 チームと僕契約したんです、次の年来いって言われた、そのチームに、あ、それはその日本での走りを見て、はい、あ、見て、あ、こいついけるなと思って、もう次の年決まってたんですけど、だからもうそこ行かなくちゃいけなかったんだけど、そのチームがまた全然ダメで、1年でそこ辞めて、したらまたそのフランスのチームが声をかけてくれて、で90年 F1 そのチームに乗って表彰台に乗ったんですよ、そう、 F1 日本グランプリ、1990年そうです、ね、3位表彰台、すごいですよね、いやすごいよこれ、だってこの時のこの時代のメンツってすごいメンツですよ、セナとかプロストとかマンセルとか、ね、だけどね僕ねこの時本当に思ったことがあるのは、セナとかプロストとかマンセルとかって、まあ、言ってみれば F1 って夢だったわけですよ、夢、で夢の世界に行くじゃん、現実なんですよそれは、どんだけ辛いか、夢の世界にいるすごい人たちと戦わなくちゃいけないっていうのの辛さ、どういう辛い、めちゃ早い、めちゃ早い、めちゃ早い早い早いって僕の例えば動体視力がいいのか、なんかあとは
勇気があるのか実力が、まあ、なんか技術があるのか何なんですか。テリーさんが、まあ、100キロで高速道路を走ったとするじゃないですか、はい、で、まあ、見える景色とセナとかは200キロで走ったのと同じぐらいで見えてんだと思う。だからもう周りのものの見え方が違うと思う。だからミスもしないし、だから相手同士とのバトルももう当たらないじゃないですか、あのトップの F1 選手は。あれもう250キロでこうなってても相手の感覚全部分かってるんですよ。俺らはもうさ固まっちゃって前しか見てないからさグーってなってるけど、その辺がもう目が違うと思うな。でもそれって持って生まれたものですよね。そこ才能だと思う。だから F1 に来てるドライバーってもう超一流ですから、みんな、その世界いろんな国のチャンピオンとって、子供の頃からみんなもう神童と呼ばれたような子たちがみんな来てるのに、それが普通になっちゃって、その中でもセナとかプロストとかっていうのはその一個上に行ってる超 スーパーなんじゃないかな。それは土屋さんもそうですよね。俺は特別ですからね持って生まれたものだから。そう。でも土屋さんもでもそっち側の人たちだよね。この人はね、うん、天才。そうだよね、うん、そうなんだよね僕もね一緒に組んでそう思って、だから天才すぎちゃってダメなところが、まあ、どこまあダメ、大体どこ人間的にはまずダメじゃん人間的にはまずダメ人間的にはちょっと欠陥があるんだけど、欠陥ありますねだけど乗る能力っていうのはね、うん、すごく高い。そのコントロールする能力、その車を。でもダメなのはコントロールする能力がありすぎてセッティングしないのよ何でもいいの、何でも乗っちゃうの。これ鈴木アグリの番組だから俺はいいから、うん、俺はいいから。このあれですか、 F1 ね、それこそあの35歳で引退しますけど、F1 の人たちってやっぱり先ほどもちょっと言いましたけども、非常にいっぱい社交界でも華やかじゃないですか、うん、特にヨーロッパあたりでもうパーティーをやったりなんか、もう開会の前に。ああいう世界はどんな世界なんですか。ないですないです、もうみんな地味。そうなんだ。そうだ、あのいやいや、女の子とジャグジーでそのシャンパン飲んでるとかないんですか。あのほとんどあのねあれパーティーは、うん、あれはあのこのスポンサーの企業がパーティーを主催するから顔出してくれって言うんだけど、うん、もうドライバーたちはもう地味、うん、あそうなんですか。みんなもう暗、あのなんかレースクイーンなんかとイチャイチャおっぱいとかそれはゲルハルト・ベルガあそうゲルハルト・ベルガはチャラいでも皆さんはやっぱり結構地味だって。じゃあもう特にイタリア人のドライバーは暗い、なんか一番華やかに見えますか。そうでしょ、うん、イタリア人で明るいドライバーが見たことある？いないわね。いない。そうなんだ。そう、なんであんな暗いんだろうね。あだからもうその自分の世界だよね。そう、もうガキの頃からずっとゴーカートの買ってもう1日100時間ぐらいあっちゃって24時間しかないのにずーっとやってて、もう親父に怒られて。他の世界は知らないよね。知らない。あれずっと、まあ、それはサッカー選手なんかでもね、まあ、一緒よく言われてることですよね、うん、あの僕らが思ってメッシなんかも会うとすごく田舎のお兄ちゃんみたいなっていうふうに言いますけども、うん、年間いくらもらってたか知ってる？いや私本当わかんない。いくらですか？5億もらってた。やばー。だって100億かかるんですよ1年間。100億ってピンとこないでしょ、うん、ピンとこないですよ、ね、でもうあ100億かって漠然。1週間2億ですよ。史上最強に強いと思います。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。